こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ベビーカーのお話をしたいと思います。お願いします。はい、僕らもベビーカーを買うの悩みました。だいぶ悩みました。そして今同じ悩みをこれを見ている方々も抱えている人がいるそうなので、おお、なんかね、生まれる前、はいはい、出産前に見てますっていう人がいるらしいので、あ、嬉しいねだったらね、なんかちょっとためになる話をたまにはしようじゃないかと。たまにはね。で、今日ベビーカーのお話ですね。はい。ベビーカー、まずですね、大前提、うん、2種類あるのご存知ですか？あ、なんかね、あるのは知ってる。いや、それママ知ってるでしょそれは知ってるでしょ、うん、散々調べたんだから。うん。まずですね、 A 型 B 型と呼ばれるベビーカーがあります、うんうん、これはですね、あの使える時期とか機能面とかでだいぶ違いがあるので、ざっくりここから説明していければと。はい。まずですね、 A 型いつからか、だいたい新生時期、うん、今1ヶ月ぐらい、生まれて1ヶ月ぐらいから、うんうん、で B 型がお座りができるぐらい、うん、7ヶ月8ヶ月、うんうん、多分この辺はね、個人差があるとは思うんですけど、うん、まあ、生まれてすぐではなくて半年以上経ってからっていうイメージですね。で、機能面 A 型はですね、基本的に高性能なものが多いです。そうですね。新生児の赤ちゃん乗っけたりするから、うん、結構がっしりした、うん、でですね、対面式と呼ばれる赤ちゃんとお母さんがこう向かい合って移動できるような機能とか、うん、赤ちゃんが寝てても移動できるようにこうリクライニング機能がついてたりします。そう、散々言われた。そうでね、 B 型がこういった機能がないものが多いのかなっていう、うん、特にリクライニング機能は必須ではないので、うん、もう座った状態ってなりますね、うん、サイズ A 型はですね、機能が多い分大きい、うん、で結構フレームって呼ばれる骨組みの部分もしっかりしてます、うんうん、で B 型は基本的に軽量なので小さいです、うん、で骨組みも A 型と比べると、まあ、ちょっと脆いかなというか柔い感じがします。ほうほう。で、価格帯 A 型は基本的に高いです。そうね、5万円ぐらい、5万円以上も珍しくはないかなという、うん、で B 型に関してはですね、うん、ピンからキリという、うん、3万円ぐらいでもそれなりの性能のものが買えたりします。へえ。で、まあ、ざっくりですね、うん、A 型ベビーカーと B 型ベビーカーの機能をまとめます、うん、はい。 A 型はですね、新生児期から使えるためある程度丈夫に作られているものが多い、うん、で性能も対面式やリクライニング機能などの高性能なものが多いです、うんうん、で、まあ、ただその分値段が高いです、うん、で大体買う時期はですね、新生児期に使えるっていうことで、出産前が多いのかなと。ああ、そうだね。なかなかね、出産後1ヶ月してじゃあ出かけようっていう時に買いに行けないので、うん、出産前にお母さんとお父さん買いに行く感じかなっていう、うん、そのため赤ちゃんが試乗ができない、うん、だから、まあ、変な話、買ったけど赤ちゃんが泣いて乗れないってこともあり得る、うん、ここは結構ね、見えないリスクかなとは。まあね。で、B 型はですね、7ヶ月ぐらいから使用可能になるため、うん、機能を制限して軽くて持ち運びが簡単なものが多いです、うん、で機能をですね、絞ってる分 A 型よりもお手頃です、お値段が、うん、で軽いので持ち運びとかには便利です、うん、でただですね、赤ちゃんの成長具合で赤ちゃんがある程度大きくなってくると、その軽さ、うん、赤さん赤ちゃんの重さに持っていかれちゃって、うんうん、そうだからしづらいっていう意見も聞かれたりします、うんうん、実際ある程度重い方ベビーカーの方が私も操作しやすいかなという。そう、なんか安定感があるっていうのは聞くよね、うん、そうね。でですね、買う時期に関しては出産前にこだわる必要はないのかなと、うん、だからある程度赤ちゃんとの関係が築けてきて、うん、まあ、落ち着いてきた時期、うん、とかで買いに行って赤ちゃん実際乗せて、うん、試してみるってこともできる、うん、ここはね、安心して買える要因かなって思いますね。あ、一応補足もしとくね。お、どうぞ。一応ね、その結構さ、 A 型ベビーカー新生児からではあるんだけど、うん、
1ヶ月から必ずしも1ヶ月からっていうわけではなくて、やっぱり3ヶ月からとか、これ4ヶ月からっていうのもあるわ。そうね、うん、だからまあ生まれてすぐ乗れないものもあるので、ちょっとそこは注意が必要かなっていうのはある。買うときにね、どれくらいからの適用のタイミングっていうのは見た方がいいかもしれませんね、うん、そうそう、なんかね、背もたれの角度が違うらしいよ今僕らが気にしないで使ってることバレちゃいましたねあとはね、その B 型の方は、まあ、一応リクライニングの機能が全くないっていうよりは、まあ、ないものが多いけど、ちょっとリクライニング機能も多少あるものもあるみたいです。まあなんていうか、各社こういろんな種類出してるので、そうそうそう、あくまでもこういう傾向って、別に全てのベビーカーが全部 A 型の特徴を揃えてるとか、そういうことはないと。そうそう、まあ、最近ね、間の AB 型みたいなのもあるらしいので、また別のバギーとかいうのもあるし、ね、そうなんですよ。ただ一応一般的には A と B で大体こんな感じの特徴そうだねあるってことを踏まえてですね、これからお話ししていきたいと思います。はい、ちょっと緊張しますねですね、買うときに考えるポイントをいくつか、うん、お話ししていきたいと思います。はい、ですね、まず大前提に、うん、この動画見てこのベビーカー買ってくださいってことはないです。うん、やっぱりどのベビーカーを買うかっていうのは環境とか状況に応じてだいぶ違うので、うん、ここをヒントに考えてもらえればというポイントをこれからお話しします。はい、まず頻度です。うん、今1週間にどれくらいとか使うのかとか、うん、まあ、これから、ね、何年も使うのか、うん、そういうところですね。うんうん、でですね、まあ、いくつか選択肢があると思います。うん、新品を買う、うん、中古を買う、うん、で、まあ、リースをする、まあ、借りるっていう選択肢ですね。うんうん、まあ、それぞれ、ね、簡単に特徴をさらっていきましょう。はい、新品はですね、やっぱり保証期間が保証があったり、新品なので、うん、まあ、経年劣化してない、綺麗だね、だから長く使える、うん、綺麗、うん、で中古はですね、まあ、やっぱりね、ある程度使った人がいるので、うん、それなりに劣化してる部分があることと、うん、まあ、保証がないものが多いと。そうだね、ただその分値段は安いと。うん、でリースなんですが、借りることもできます、ベビーカー。そうそう、ただ借りたい時に借りたいベビーカーがあるかとか、うんうん、まあね、運送トラブルで届かないとかあるんだ。あるね。うーん、やっぱりね、なかなか手元にない分物を置かなくていいっていうリスク、リスクじゃないな、メリットもあるけど、やっぱり手元にないっていう、うん、不安もあるよね。うん、でどれがいいってわけじゃないけど、まあ、こういう選択肢があるから、うん、自分たちの状況に合わせて選べる。うん、で次、これが一番大事かな、環境です。うん、でね、これがね難しいんですよ。うん、でまあ一番大きいところだと、うん、自宅にエレベーターがあるかとか、うん、エレベーターを必要とするかしないか、うん、まあ一軒家でね、もう地面からスラロープみたいな感じで綺麗になってるところっての重さそんな気にしなくていいと思います。そうだね。でマンションでエレベーターがあって、もうベビーカーを持ち上げることはないっていうんだったら、そんなに重さこれも気にしなくていいと思います。うん、ただですね、やっぱりね、アパートとかである程度の長さの階段登んなきゃいけないっていう時に、うん、ベビーカーなるべく軽い方がいいっていうのは、うん、まあ分かるかなという、うん、で、まあ、自宅だけじゃなくて、こういったことは最寄り駅とか、うん、自分たちがよく行く場所、うん、まあ、例えばなかなかないと思うけど、職場にベビーカーで行く必要がある人とかは、自分たちの行動範囲にベビーカーを持ち上げるタイミングがあるかないか、うん、で置き場所、うん、自宅に結構広いスペースがあるんだったら、どんな大きいベビーカーでも、そうな、ある車があったりとか ね、車があるんだったらそこにね折りたたんでしまえる、うん、で車にしまうんだったら折りたたんだ時、そのちゃんとサイズ合うよねって、うん、っていうところかですかね。うん、で次、買い替えのタイミングですね。うん、まず買い替えをする前提で買うかしないか、うん、で一般的には A 型を買って、うん、半年ぐらい経って B 型に買い替える、うん、っていう方はいらっしゃるそうです。結構多いみたいだよね。うん、ね、セカンドベビーカー、そうそうそう、サードって言葉もあるぐらいですから。そんなんのあるんですよ。わちょっとこれ作る前に調べたんですよ。すごいね、すげえな、どんだけ買わせんだと思って
本当だね。あのまあまあ、まあ A 型でちょっとさっきさらっと言いましたけど5万円以上するもの珍しくないと、うん、B 型で3万円ぐらいするものもあると、うん、全部新品で買ったら8万ぐらいです、うん、それだったら買い替えしないで最初から高性能なものを1個買うっていう考え方もあるし、うん、A 型中古で買って B 型を新品で買うとか、うん、そういったこともできるとは思います、うん、でまあでですね、じゃあ僕らはそれを踏まえて何を買ったのかと、うんね、これだけこういうことを考えて僕らはですね深く考えて深く考えてあの大前提僕ら双子であるというそうそうそうということでですね、うん、あのまああんまり参考にならないかもしれませんけど僕らですね中古のピジョンのランフィーシリーズを一つ買っております。そうなんです。あの、ね、一人乗りですよ。そうそう一人乗りでね。そうね、これ大丈夫、うん、ランフィーシリーズ二人よりないと思うけど、いやほら知らない人がいるわけじゃない。確かにランフィーシリーズの一人用、うん、と新品のエルゴを2つ買っております。抱っこ紐ですね。エルゴはそう抱っこ紐です。でですねもう一個中古のエアバギーの双子用の横並びのベビーカーも買っています。そうなんですそうだからベビーカーは中古で全部揃えた。はい。でエルゴに関しては新品をしっかり2つ買ってるというところですね、うん、そうそうでですね個人的な意見なんですけど、はい、高性能の抱っこひもを買うことを買えば、うん、まあ状況により、うん、こう A 型でも B 型でもいいのかなっていう、うんうん、思います、うん、ですね、まあ、最初のうん、あのまた外出になるのはおそらく退院時とか、うんうん、退院時っていらないんですよね。ベビーカー、ベビーカー、まあ一人じゃなければね。あまあね、前提はいろいろつくけど、うん、基本的にベビーカーなくても大丈夫と、うん、でただ1ヶ月検診で大体皆さん初めて家から出ていくイメージ。そうだね。その時抱っこひもでも全然いけるので、うんうん、あのまあ、病院の距離とかねいろいろよりますけど、うん、抱っこひもで行っちゃってもいいと、うんうん、でまあね、どのベビーカーがいいかって結構環境が大きいってさっきから何度もお話ししてますけど、うん、やっぱりさっきお話したポイントとかを自分で考えていただいて買うのが一番かなって、うん、でどうしても人の意見聞きたいっていう時はですね、うん、ネットのレビューありますよね、うん、よりも、うん、あの自分の同年代のお友達で、うんうんね、先に出産してるママさんとかがいたら、うんうん、あの聞いてみるとか、うん、あとはあの同じ地域どうか同じマンションとかに住んでるママさんとかに聞いてみるのが一番かなと、うん、やっぱりあの同じ時期であったりとか同じ地域とか同じ建物っていう何かしら共通点がある人に聞くのが参考意見聞くとしてはいいのかなと思います、うんうん、そうだ双子用ベビーカーの選び方とかもね、うんうん、聞きたいっていう方がね、うん、少数でもいれば、うん、コメントいただければ、うん、お話ししてもいいのかなと思います。そうね、結局なぜその一人用のベビーカーと抱っこ紐2本になったのかもね、その時お話しする感じですかね。確かに全く触れなかったなと思ってで私たちがなぜその中古のピジョン一人用のベビーカーと抱っこ紐2つにしたのかというお話ですか。そうですね、それ最後にしてから終わりましょう、はい、そうですね、はいまず本当は双子用の横並びのベビーカー欲しかったです。初っ端から欲しかったな、うん、やっぱり双子だからねっていうのがあったよね。あったあったあった。でだけど実際問題いろいろ考えていく上でもう私たちの近所にあるスーパーではなかなか通れない。そしてベビーカー幅広いからね。そうなの。あれ1メートルはないけど、うん、物によってはって感じだけど結構狭いのでも幅エレベーターギリギリとかだったり大きいエレベーターないマンションだったらアウトだったりとかっていうのはある、うんね、ちょっとね厳しいんですよね。そうで、そういうのもあって一応その双子ベビーカーが欲しい気持ちがすっごいあったんですけど、でも考えたところおそらく最初は一人用のベビーカー1台ちょっとベビーカーはやっぱり必要かなとは、ね、うん、思ってたのでもうちょっとおいおいもしかすると一人で2人の子供を連れて出かけなきゃいけない場面もあるかもしれないと思って、うん、そうだね、で一応、
まず一人乗れる乗せるためのベビーカーとあと抱っこひも、うん、っていうのを考えてたんだよね。そうだね、うん、で抱っこひも新しいの2つっていうのがこのエルコっていうベビーカーじゃない抱っこひもが、まあ、なかなか良いものなんですよね。お高いけどあのまあまあ万以上します、ね、1万以上しますね。ねでそれが結構あの腰のベルトの部分とかもすごいしっかりしていて、まあ、長時間抱いてても、まあ、そこまですごいきついっていう感じにはならないっていう代物だ、うん、なんですよ。でそれを私はちょっとあのお友達のお子さんを抱いたりとかしてちょっと経験して知っていたので、それはぜひとも買いたいとパパにね、散々訴えかけ、そうめっちゃ言われたこれがいいこれがいいってそう訴えかけで、やっぱりその大人が2人いる時は多分ベビーカーだとちょっと行きにくい場面もあるだろうということで、一応ね2つ買おうと言って抱っこひもは2つにしました。そうね、でプラスね、なんか子供たちが舐めたりするから、うん、うんうん、結構長く使う、そうそうそう長く使うっていうのもあったし、だったら新品だろうって、うん、そうそうね、そこはでかいよねやっぱり。で反対にねベビーカーに関してはこう、ね、フリマサイトをぐるぐるぐるっと探して意外といいのがあったっていうね。そうそうそう、あのね話す長くなっちゃうけど、このシリーズ発売時期とか、うんうん、そのコメントを見ると、うん、あこの人結構しっかり、うん、この人のベビーカー綺麗そうだなってのあったりするから、ああそうなんだ、あこれだったらいいかなみたいな、うん、ベビーカーに関してはね2つとも中古をねパパンがいいやつ見つけてくれて、そうそう、だいぶ安く済んだっていう、そうね、ざっと計算しても多分半額以下にはなってる、うん、でも普通に買ったら10万以上するのは、ね、5万ぐらいで買えるかな、そうそうすごいよね、まあ、その浮いた分を抱っこひもを買いましょうって、そうそうって感じで抱っこひもも揃えてって感じで、で実は今ちょっと夜泣きかわかんないけど今の状況になって結構その抱っこひもを重宝してますね、重宝してますね、やっぱりずっと抱っこしてると手が体重重くなってきたので手が痛いんだけど、抱っこひもつけてちょっとフラ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 って歩いてると寝てくれたりとかして、そうだね、意外といいなと思ってます。これ最後の方でもベビーカーじゃなくて抱っこひも買えって話になってますけどあれねえ、まあまあでもベビーカーも必要だよ、そうそう、ベビーカーも大事だけどやっぱり物事ね、うん、あの総合的に、そうそうそう、ね、抱っこひもは大事と、そういうことだね。これどうしようかな一応ちゃんと原稿も作ったんだけど、あれだね、ダメだねやっぱりね、ちょっと今いこと編集してもらって、まあ、できなかったらちょっとまたね、そうね、行きましょう、はい、じゃあ終わりましょう、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。